オーラとは、生体が発散するとされる霊的な放射体、エネルギーを意味する。展示で、ある人物や物体が発する独特な、または霊的な雰囲気や、なんとなく感じる力、威圧感なども指す。なお、オーラという言葉は、微風、朝の爽やかな空気を意味するギリシャ語アルファー、ローアルファー、風、光気、輝きなどを意味する、ラテン語のオーラに由来する。現代日本では、 人間の存在感や風格がある様子を指して、オーラがあると表現することがある。単に、人間の雰囲気という意味でも使われる。英語のオーラは18世紀に使われ始めた言葉で、花などの微かな方向、人や場所に感じられる独特の雰囲気などを表す。英語としてはやや文語的な表現である。漢字表記では、奥へしゃげとなる。精神医学においては、アウラは、かつては、 転換や変頭痛の発作の前触れの症状を表す、用語として用いられた、口述の精神医学におけるアウラを参照。ドイツの思想家、バルター・ベンヤミンは、複製技術時代の芸術作品などの論文で、複製ではないオリジナルの芸術に人が乱す権に、崇行差を指して、アウラという言葉を用いた。超心理学や、ニューエイジスピリチュアリティの分野では、オーラとは、 宗教美術における孤高や後輩のように人や物体を取り巻く微妙に輝くそうであるとされる。このようなオーラの描写はしばしばその人物が特別な力や神聖さを持つことを暗示している。すべての物体や生物がオーラを発しており、生来の超能力者、または訓練によって感知できるとされ、インド神話における第三の目なども関連づけられる。 人間の性格の特徴とオーラの各層の色には関連があるとする記述も見られる。人間を取り巻く思考や感情の地図として描写されることもある。オーラは近代新知学特有の概念ではないが、日本には大正時代に近代新知学の著作を介して広まり、人体の周りにその人の資質や思想に応じて現れる様々な色と型の光であり。 アストラル体の別名ともされた。オーラは新知学の影響の弱かった、戦前の日本でかなり普及した新知学系の概念で、日本では木とオーラを同一視する見方もあり、儒教や金星洋上論と結びつき、道徳的行為が良いオーラを通して健康を守るとも言われた。このように、オーラという言葉には、霊気、花などの好奇 転換やヒステリーの発作の前兆、人物のカリスマ性の表現など、様々な意味、用法がある。比較文化視野の竹下節子は、オーラは、比喩的なもの、現実的な現象とされるもの、生命力を表すもの、生成を表すものなど、極めて多様性に富む文化的概念だと指摘している。ウォルター・ジョン・キルナーの描いた、健康な女性のオーラのイメージ図。 使用された色は任意であり、意味はない。オーラを霊的な雰囲気や、なんとなく感じる力、威圧感ではなく、霊的な放射体、実在するエネルギーとする場合、現代では、その概念の説明は、論者のよるところにより異なる。科学、医学、宗教、超科学、疑似科学、超心理学、超自然、ニューエイジ、オカルトなどを背景に、多様な論が展開されている。 現代、オーラの実在を信じる人の多くは、オーラとは、物体から発散され、それを取り囲むエネルギー上であると考えている。また、光の一種であるとも考えられているが、科学的に計測可能な光とは明らかに、別物であり、光の全スペクトラムの中に、オーラと呼ばれているものは含まれていない。オーラを見ることができると主張する、人々、オーラリーディングを制御とする、 人々の多くは人間の周りを取り囲んでいるオーラの場合、その色や形状はその人のパーソナリティ、思考、感情などの状態を反映しているものであり、オーラを見ることでその人の様々なコンディションを見抜くことができると考えている。投資能力者、霊媒のテッド・アンドリューズは人間のオーラというのは肉体を取り巻くエネルギーフィールドで人間をすっぽりと包み込む。 立体的なもの、健康な人の場合、オーラは体の周りを楕円形、あるいは卵型に包んでいる。平均的な人で体の周り2.5から3メートルにわたって包んでいると解説した。先星術師、タロット占い師ヒーラーのジェーンストラザーズは、オーラというのは人を取り巻く木の場だとし、それによって人の健康、気分、エネルギーレベルについて知ることができるとした。 近代オカルティズムのオーラ感オカルティズムの用語としてのオーラは人間、動植物、あるいは無生物を取り巻いているとされる心霊的なエネルギー上内視放射物を指す。オカルティズムでは人体のオーラはこの細身の外装をなし肉体から2、3フィート離れたところまで広がる卵型の領域を形成しているとイメージされることが多い。オカルティストの中には 成人の頭の周りに描かれる光輪は、オーラの現れだと考える人もいる。オーラは、エーテル体の一部だとする説もあれば、アストラル体と結びつける見方もあり、統一見解はない。インドのチャクラの概念を取り入れ、オーラはチャクラから生じるとされることもある。オーラ指能力のある人のビジョンに映る人体のオーラの、色や陰影は、その人の健康状態や心理状態を反映しているとされ、 オーラの色を知覚できると主張する投資者は、オーラの見え方に応じて、人物の特質や状態を解釈しようとする。しかし、どの投資者にも同じもののオーラが、同じように見えるとは限らない。近代新地学は、ヘレナ・ピー・ブラバツキーに始まるが、投資能力があったというチャールズ・ W ・ル・レッド・ビーターが、自身の投資経験によるとして、協議をかなり修正している。 オーラの投資結果が数冊の著作にまとめられており、オーラ図などの理論も彼に始まる。新知学はオーラをいくつかの層に分類する。第1に、肉体に近く、エーテル体に密接に関連する、健康のオーラ。第2に、卵系のエネルギー体を成している、活力のオーラ。第3に、想念や感情を反映して絶えず、色を変化させる、カルマのオーラ。第4に、 その人の基本的な人格を色で表している性格のオーラ第5に相当に高度な霊的達成を経た人にしか見えないとされる霊的本質のオーラである黄金の世はけ団の理論では感覚権という概念がオーラに相当する感覚権はあらゆる印象や思念を映し出す宇宙の魔法鏡としての役割を担っているとされるオーラは 生体から層をなして発散される電磁粒子の層であり、これが生命エネルギーであるとする疑似科学的な見解もある。キルリアン写真に映るコロナ放電の光や生化学反応の副産物である微弱生体発光をオーラだとする人もいる。会議論者の辞典の著者ロバート・キャロルは脳の共感覚や転換、変頭痛、精神異常発現薬、LSD の影響で、 感知されると述べている。他に原因として、視覚系の異常、眼性疲労、発作の前兆が挙げられる。ロンドン大学キングスカレッジの北村さえは、誠実なオカルト批判を行おうとするあまり、オーラなどというものは皆暴言化で像であると、攻撃する論者がいるが、感覚のマイノリティである共感覚など、先天的な脳機能の違いで人に、 色や形を感じるものが実際にいる以上、オーラを全て虚偽とする批判は妥当とは言えないであろうし、また、医者や学者が最新の科学的知見を知らずに、オカルト批判を行うことは批判の有効性を低減させると指摘している。現代的な意味での実在するエネルギーとしての、オーラというコンセプトは、19世紀後半の科学的言説に由来する。 科学者として、オーラの存在を最初に主張したのは19世紀、ドイツのカール・フォン・ライヘンバッハと言われる。ライヘンバッハは、宇宙に存在するすべてのものから発出している、物質が存在すると考え、オドの力と名付けた。オドの力には、重さも長さもないが、計測可能であり、観察可能な物理的効果を及ぼすことができるとした。 18世紀ドイツのフランツ・アントン・メスメルが提唱したメスメリズムにおける動物磁気のように磁石などを通して伝導することができ曲性があると考えた。これらは現在では疑似科学であるが当時は科学であり科学者やメスメリストの注目を集めて広く影響を与え現在のオーラの概念の原型となったと考えられている。大部分の科学者からは冷笑されたが 世間的には注目され、心霊現象研究協会の研究対象になった。この時代オーラへの言及は少なかったが、20世紀初頭には増加し、特に近代新知学の関係者が注目した。1900年代の最初の10年に一種のブームになったが、表彰文化論を研究する埼玉大学基盤教育研究センター准教授の加藤幸子によると、 この時期のオーラ言説は、白人と有色人種のオーラの違いを語るといった形で、植民地主義的な人種差別、女性別視、病気や障害を持つ人への差別の温床になっていた。医師ジョセフローデスブキャナンは、1852年に人間の神経系から発出している微細な流体が存在すると考えて、神経オーラと名付け、感受性の強い人間はそれを見ることができるとした。 近代新地学のチャールズ・ W ・レッド・ビーターが1903年にオーラという言葉を使っていないが人体を取り巻く大気を主題にしオーラ論の先駆となったマンビジブルインビジブルを出版1927年のチャクラでインドのチャクラの概念を独自に解釈し各チャクラのプラーナの色に虹の七色を当てはめて体系化しオーラ言説をポスト植民地主義化 グローバル化した。インドの伝統では、チャクラの色に定まった体系はなく、虹色チャクラ説は、インドの伝統とも西洋の信仰や神秘主義の文脈とも断絶している。これが、近現代洋画やニューエイジに取り入れられ、普及した。ライヘンバッハの影響を受け、ロンドンの開業医師、ウォルター・ジョン・キルナーは、医学的な観点から、オーラの研究を行い、1911年、 人間の雰囲気、人間の大気、とも、ザ・ヒューマン・アトモスフィアを出版した。キルナーは、オーラの広がりは磁石に影響される、電流に反応する、ウィムズ・ハースト式誘導気電機による帯電で完全に、消えてしまう、病気や、精神力の限界が、オーラの大きさと色に影響を与える、死が近づくとオーラは、次第に小さくなり、死体の周りでは、 オーラは全く見られないなどの見解を示し、診断や予後の判断へのオーラの利用の可能性を示唆した。彼の研究によると、人間のオーラはエーテル腹体、内オーラ、外オーラの三層からなるという。また、約0.3センチメートル離れた2枚のガラス板の前に観光線量ジシアニンのアルコール溶液を満たしたジシアニンスクリーンを通してみると、オーラを見ることができ。 三層のオーラを識別できると主張した。これを使って可視光線外を見るための目の訓練を行えば直接オーラを見ることもできるという。このようなキルナーの主張は科学者には受け入れられなかったが新知学やオカルトなどに影響を与えた。キルナーは人間の雰囲気で異様、転換、ヒステリー、生理中の女性などのオーラを診断し、 本来見えないはずの概念を利用して、現在でいう非健常者を差別化するような試みを行っていた。また彼の追随者のオーラ論者、オスカー・バグナルは、有色人種とヨーロッパ人種のオーラは異なり、前者はグレー、後者はブルーであるといった人種差別的な見解を述べている。加藤幸子は、キルナー、バグナル、またエドガー・ケイシーの場合も、 社会的弱者に対して優位性を示したいという、コロニアリズム特有の歪んだ欲望が見て取れる、現代から見ると、時代錯誤な言説と判定すべきであると述べている。19世紀アメリカにおけるキリスト教の異端的慎重流である、ニューソートの教師で、フリーメイソンにして、新知学教会会員、ペンシルバニア州の弁護士で、催眠学の教授であったウィリアム・ウォーカー・アートキンソンは、 オーラとは実在する力だとし、年代だとした。オーラにもいくつかタイプがあるとし、その基本形のプラーナオーラは生命の現物質でもあるとした。チベット人ラマによるとされた義書1957年には、イギリスに亡命したチベット人ラマ、ロブサンランパの回想という触れ込みで、第三の目が出版されたが、この青年像は、秘宝の伝授を受け、 肉体を離れた分身が宇宙の好きなところに行くことができ、第三の目が開眼し、オーラを読むことで、相手の本当の考えを知ることができるなどとされ、ダライラマ13世に仕えたとされていた。実際、ロブサンランパは、チベット人ではなく、本名シリル・ヘンリー・ホープキンズという、イギリス人で、この本は儀書であったが、当初は実録として出版され、 疑いが持たれてからも売れ続け、大ベストセラーになった。多くの西洋人にとって新たな聖典となり、ランパ友の会が作られ、星への旅やオーラを読むことが試みられた。ニューエイジでは、通常医療以外の様々な治療法が流行したが、その中に、オーラの概念を用いた療法もある。ニューエイジヒーリングの一つである、オーラセラピーでは、人間のオーラを読み取り操作することで、 病気を診断、処方する。オーラセラピストは、オーラとは体を包むエネルギーフィールドであり、肉体に病気が現れる前に、オーラにその兆候や病気そのものが示されると考えている。ジェームズ・ランディは、オーラセラピーで、最も人気があるのは、セラピューティック・タッチであると述べている。セラピューティック・タッチは、アメリカ神知学協会会長を務めた、心霊治療科のドラ・クンツと、 ニューヨーク大学看護学部教授、看護師のドロレスクリーガーが体系化したもので、保管医療としてアメリカで広く行われている。これは手を用いて患者のヒューマンエネルギーフィールドを感知することができ、それを手かざしで調整して病気を治すことができるとするもので、エネルギー療法に分類されている。治療効果は科学的に証明されておらず、エビデンスに基づく医療ではないが、 看護師によって病院で行われることもある。ヒューマンエネルギーフィールドを感知できるという主張や理論、治療効果には疑念が提されており、1996年には9歳の少女エミリー・ローザが実証実験を行い、セラピューティックタッチを行うヒーラーが、実際にはヒューマンエネルギーフィールドと呼ぶオーラを感知できていないことが示され、この治療理論の根本に疑問が提された。 2012年の実験ではセラピューティックタッチのヒーラーによるセラピーとセラピューティックタッチに会議的な医療者が形だけを真似した場合に患者の検体関係減効果に差異がないことが明らかにされたこの結果によりセラピューティックタッチの効果がプラセボ効果である可能性が示唆されたアメリカ国立衛生研究所保管代替医療センターではセラピューティックタッチを 研究対象としていたが、科学の名に値しない研究に、多額の予算を配分しているとして、メディアから非難が起こり、保管大大医療センターの存在意義を問う事態となった。1980年代に、イギリスの投資能力者、ビッキー・ウォールが、瞑想中の刑事により始めたというオーラ・ソーマは、全体論的な魂のセラピーであり、体と心と精神を調和させ、 オーラを活性化するとされている。精油とハーブの抽出液、クリスタルと鉱物のエネルギーとの組み合わせからなるという、上下が二層に分かれた色とりどりのボトルを用いる。インドのチャクラの概念を取り入れ、七つのチャクラは、虹の七色にそれぞれ共振するとし、オーラ相馬はチャクラを通して作用するとしている。高周波電解中に置かれた水分を含む、物体による放電を捉えた、写真。 通称キルリアン写真。発見された当初はオーラを撮影していると検伝されていた。科学風の用語を使うときは、オーラは微弱な電気エネルギー、電磁場である、光のエネルギーであるなどとされる。現在のところ、こうした用語の使用方法が科学的方法にかなっているわけでもないので、これをそのまま科学だと信じてしまうと、それは疑似科学ということになる。 NASA の元物理研究員であり、ヒーリングスクールの創始者であるバーバラ・ブレナンは、通常の知覚の範囲以外に波動領域が存在しているというカール・プリブラムの考えが、オーラ現象を理解するには最も良いモデルであると考えている。そして、ブレナンは、人間の肉体から放出される光は健康と密接に関わり合っているので、信頼できる。 一般的な光測定機器を用いて光放出を計量する方法を見つけることが非常に重要であると述べている。ブレノンによれば肉体から放射されたオーラはすでに静電気や磁気、電磁気や音はなどの成分として実験室で測定されつつある。南カリフォルニア大学の心臓専門医ブルージョイはオーラを読み取る能力があると告白している。ジョイや バーバラ・アンブレナンによれば、オーラを理解するには、ホログラムの概念が有効であるという。オーラの科学史バーバラ・アンブレナン著、光の手、癒しの光によれば、紀元前500年のピタゴラス学派にて、オーラの概念は初めて西洋文献に記された。それによれば、すべての自然に浸透している、生命エネルギーの発光体が人間の組織に影響を及ぼし、 病気を癒す効果もあるという1500年代、スイス出身の医者であり、錬金術師であったパラケルススは、人間の癒しをもたらす、未分化の生命エネルギーを、イリアステルと名付けた。1800年代において、ヤンハン・ヘルモントとフランツ・アントン・メスメルは、肉体が離れた相手に互いに、影響の及ぼすことのできる、流体の存在を報告し、ある種の電磁界に似たフィールドが存在しているかも、 知れない、と示唆した。1800年代中期には、カールフォン・ライヘンバッハが電磁界とよく似た特性を示す、オドの力と呼ばれるフィールドの実験を行った。ライヘンバッハは、オドは、磁極のように互いを引きつける力の特性を有しており、また、磁極も、オドと関連する極性を有している都市、オドが、 人間の体に水晶の力に似た極性を生み出すことを発見したと主張した。ライヘンバッハの主張によれば体の生命力には磁石のような極性があり体の左側が負で右側が正である。1911年内海ウォルター・ジョン・キルナーは人間の体を取り巻く3つのゾーンからなるエネルギーフィールドの研究を発表した。キルナーはこのフィールドを オーラと呼んだ。キルナーは、オーラには、年齢、性別、健康、精神力などによりかなりの個人差が見られるとし、それをもとにした診断システムを開発した。キルナーによれば、オーラの状態と肉体の病気には相関関係がある。1939年、精神分析家、ビルヘルムライヒは、生命エネルギーであるオルゴンの概念を提唱した。これは、 性エネルギーと関連があるとされ、病気治療に有効であると考えられた。ライヒは、オルゴンエネルギーが、空間や生物、無生物に脈動していることを確認した。ライヒは、ジークムントフロイトの分析法を応用し、肉体の中のオルゴンエネルギーを自然な流れに、するための物理療法を開発した。現在では、メスメルやライヘンバッハ、キルナー、ライヒラの実験は、 一般的に疑似科学とみなされている。1939年、イエール大学のハロルド・バーが植物の種のエネルギーフィールドを測定した。新芽の周りにある現状は元の種子の形ではなく、すでに成長後の草木の形を示していた。つまり、このフィールドを測定することにより、植物がどの程度育つかが予測できるという。また、バーは、 カワズの卵のエネルギーフィールドを測定して成長したカワズの神経系の位置を予測できることも発見したと主張した。そしてバーは参照魚の周囲に体と同じ形をした電場が存在し、その電場が脳と脊髄を通る一本の電気的な軸を持っていることを発見したという。1979年、ニューヨークの骨形成外科医。 ロバート・ベッカーは肉体を流れる直流電流を測定し、そのパターンを表す肉体電気フィールドの地図を作成した。このフィールドは人間の生理的、心理的変化によって形態を変化させること、健康状態や病気と相関して状態を変えることが判明したとベッカーは主張した。1970年代にドレクセル大学では、 超感覚知覚能力者であるカレンゲスララが参加した実験が行われオーラエネルギーが2ミリワットのレーザー光線を曲げたり弱めたりすることが可能であることが確認されたと発表されたこの実験結果は NBC テレビで全国的に放送された1970から90年において日本の超心理学者であり宗教家である元山博司は 長年ヨーガを実践してきた人々から放出される低い光レベルの測定に成功したと主張した。また、本山は経絡を電気的に測定し、その結果を新旧の治療に利用している。1970から90年において、カザフ大学のビクトール入信はコロナ放電写真を通して人体の壺の位置を示すことができたと発表した。また、オーラには自由イオンからなる。 バイオプラズマが含まれることなどを発見したという。同じく1970から90年において、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の筋運動学の名誉教授で、ダンスセラピー、運動療法への貢献で知られる研究者、バレリー・ハントは、生命エネルギーについて研究し、生体が一つの電磁場であることを示した。1980から90年代に、原子物理学者、 ロバート・ベックは世界中の多くのヒーラーがヒーリング中に7.8から8ヘルツの脳波パターンを示すことを発見したと主張した。また、ヒーリング中のヒーラーの脳波の周波数と位相はシューマン共振と呼ばれる地球の磁場の変動と同調していることを発見したと主張した。ここからヒーラーはヒーリングのために 地球の磁場からエネルギーを取り入れていると推測できると論じている。同じく1980から90年代にネバダ州の生態電磁気研究所の創設者研所長、ジョン・ツマーマンはヒーラーが一度シューマン教振とリンクすると脳の右半球と左半球が調和し7.8から8ヘルツのアルファ波を出すとした。またツマーマンはヒーリングで手を当てられた患者の脳波も ヒーラーの脳波と同調してあるァ波を示すことを発見したと主張した。また、ツイマーマンはヒーラーの手から放出されるシグナルの強度や周波数が生体組織の修復や促進を目的として開発された医療用の電磁パルス発生装置のシグナルと一致することを発見したと主張した。この発見は気候や瞑想などの実践者を対象とした中国及び 日本での研究から裏付けられた。1990年代には、エース・ポー・パブのバイオインフォメーション機構のロシアの科学者グループにより、生きた有機体が300から2000ナノメーターの周波のエネルギー振動を放出していることが確認されたという。このエネルギーはバイオプラズマと呼ばれた。この発見は、モスクワの医療科学学会で立証され、イギリス・オランダ・ドイツ・ポーランドでの研究で、 支持されていいるという中国の蘭州大学のチェンロンリアンは、高量子装置や生態検査機を用い、人間の肉体から放出されるエネルギーを測定する実験を行った。その結果によれば、気候の達人と投資能力者から発せられるエネルギーには如実に違いが見られたという。グラナダ大学のオスカーアイボーラらの研究によると、 オーラが見えることで他人のヒーリングができると報告する人々は通常の人々に比べ共感覚と呼ばれる知覚を持っている場合が多いという21世紀初頭においてはヒーリングサロンの一部でオーラ撮影と称するサービスが行われているアメリカのインダクティブエンタープライゼス社製のオーラビデオステーションプロジェン社製のウィンオーラなどの機材が使われている原理としては 人体内を流れる微弱な電気信号をセンサーにて読み取り得られたデータをもとにコンピュータグラフィックにて現在のオーラのイメージとして画面上に描画しようとするものである。これに CCD カメラなどで撮影した被写体をデジタル合成し写真のように表示する。また、チャクラのイメージも同時に表示する機能を持つ場合もある。CCD カメラが付属しているので誤解を招きやすいが、 これは被写体をデジタル合成するために必要なものであって存在が証明されていないオーラを CCD カメラで撮影しているのではない。出力される画像はあくまで CG で描いたものである。オーラという言葉を含むネットスラングにオーラロード、オーラロードは開かれたという言葉がある。何かを敵と思い込んで戦い。 上下を逸した言動を繰り返すような人を指して、あっちの世界へ行ってしまった、遠い世界に旅立ったといったやゆ、嘲笑の意味で使われる。主に、2チャンネルなどの巨大掲示板など、ネットで使われる用法である。目覚めた、覚醒したといった意味でも使われている。この言葉は、テレビアニメーション、性戦士ダンバインに由来する。物語の舞台は、生体エネルギー。 オーラ力によって支えられた中世ヨーロッパ風の異世界である。現世からオーラ力の強い人間が選手として選ばれ異世界に召喚されることがあり、この通り道がオーラロードである。召喚されたオーラ力の強い人間は聖戦士と呼ばれる。2チャンネルなどで使命感に燃えて見えない敵と戦う人間を聖戦士と揶揄することがあるのは、ここからの連想であいつもついに オーラロードが開かれたようだなどと冷やかしで使うようになった。精神医学においては前兆という意味でアウラという言葉が使われる。かつては転換発作の前触れを表す言葉として使われた。転換において外からわからず患者が体験する主観的な発作で現在では脳の一部に極在する転換発作そのものと考えられている。キラキラする光が見える。 頭痛や、めまい、不安感やパニック、自律神経の異常症状、気士感体温の変化、意味、異臭などがある。この意味でのアウラは、関連する脳の部位によって様々なタイプがあり、アウラの内容は、最初に発作が起きている脳の部位を特定する手がかりになる場合があるため、診断の情報として重要である。アウラの持続時間は数秒だが、 発作に至らずに終わる場合もある。ありがとうございます。